はい、今回はですね、3月16日に行われたヨーロッパリーグ、決勝トーナメントセカンドレグ、アスレチックビルバオ対マンチェスターユナイテッドの試合の解説をしたいと思います。で、ファーストレグではですね、マンチェスターユナイテッドが負けていたので、必ず、勝たなければいけない、試合でした。それで得点はね、アスレティックビルバオの2対1ということで、マンチェスターユナイテッドが負けました。それでですね、マンチェスターユナイテッドは非常にね、強いチームだったので、このね、ビルバオの戦術が際立つ、試合になりました。はい、で、まずね、こちらの図を見てください。はい、この図はですね、スルーパスですね。この図はスルーパスですね。1試合の中でマンチェスターユナイテッドが出したスルーパスがこの直線で書かれています。で、丸がね、スルーパスを受けたポジションですね。で、これを見るとですね、マンチェスターユナイテッドの、きつい攻めね、好き放題にスルーパスを出されているビルバオの苦しい守備のような印象を持ちますが、実際はね、違いました。はい。で、この図でだけだとね、わかりづらいので、この図の中から、マンチェスターユナイテッドが、スルーパスに成功したものだけを、抜き出してみました。はい、こちらにマンチェスターユナイテッドが攻めてますね。この図はですね、全スルーパスの中からマンチェスターユナイテッドがスルーパスに成功したものだけ、成功とは何かというと、パスを受ける人間がトラップしてマイボールにした、あるいはシュートまで持っていけた、そういうものをね、抜き出しました。はい。で、これを見るとですね、サイドからサイドへのスルーパス、これは成功してますね。それから中央から外側へのスルーパス、これも成功してますね。ここもサイドからサイドですね。こういうのは、こういうパスは、成功しています。はい。では逆にですね、失敗したスルーパスはどんなものだったか。はい。これがね、全スルーパスの中から失敗したスルーパスだけを抜き出したものです。マンチェスターユナイテッドはこちらに攻めてますけども、失敗したスルーパスは、はい、ここですね。中央から中央へのスルーパス。これが、失敗してますよね。それから、外側から中へのスルーパス。外側から中へのスルーパス。これもね、かなりの確率で失敗していることがわかります。はい。で、このね、2つの図から、このような、成功と失敗のね、傾向が読み取れると思いますけども、ではなぜこのような、傾向になったのか。これはね、ビルバオの守備にね、理由があると思います。はい。で、実際のね、ピッチの図を見てください。マンチェスターユナイテッドが赤ですね。赤色。それから、ビルバオが青で、示してあります。実際のね、ユニフォームの色とはちょっと違いますが、わかりやすく。マンチェスターユナイテッドが赤。ビルバオが青色で、マークで、示してあります。はい。で、まずね、ビルバオの守備の特徴ですけども、マンチェスターユナイテッドが中盤でね、もちろん力がありますので、マンチェスターユナイテッドは。中盤で持てるんですね。そして、ほぼフリーで中盤を抜けてきて、あとはスルーパスを出すだけという、そういうね、
シチュエーションが何回もありました。この時ビルバーはどのように守ったか。はい、まずですね、センターバックがこのように深く位置を取ります。そして、センターバックのもう一人がこのような位置を取ります。そして逆サイドの人間がこのような位置をポジションします。はい、でですね、まず特徴の一つ目、中央のセンターバックが深くポジションを取る。これはですね、どういうことができ、どういう理由なのかというとですね、まずは、スルーパスを裏側に通されない。ね、裏側に通されると、もしも浅い守備であると、裏側にオフサイドを取れないと、シュートまで、もちろん行かれてしまいますから、このように、深く守備にとって裏側へのスルーパスを防ぐ。という効果がね、一つあります。ただね、この、中央の一人が深い位置を取ること。これははっきり言って、オフサイドが取れなくなるんですね。オフサイドによる守備ができなくなる。こういうリスクを抱えています。はい。そしてもう一つの、特徴の、ビルバーの特徴は、ここですね。サイドの、逆サイドの、ボールサイドではない逆サイドの、守備、最終ラインの守備が、このように守備するのではなく、このようにある程度離して守備していました。はい、これはですね、まず、一つ危ないのがですね、このように裏側を使われてしまうんですね。このように。このようなパスが、通されてしまいます。で、もちろんね、センターバックが、深く取ってますので、この裏に、オフサイドは取れにくいですから、どんどん使われてしまうと。ただしね、一ついいことがあって、これは何かというと、入れ替わりを防ぐことができる。この入れ替わりとは何かというとですね、例えば密着してサイドでマークしてるとですね、瞬間的にこのように入れ替わられるんですね、体を。そしてスルーパスと。あるいは、このように体を抑えられて、ここにスルーパス。ということですね。このような入れ替わりを防ぐためにはですね、ある程度距離をとって、入れ替わりに来た瞬間に対応できるように。このように考えて、距離をとって平行に並ぶようにしています。はい。そして三つ目は、この守備ですね。はい。今3対3の局面ですが、この守備は通常であればですね、ここに、パサーにプレッシャーに行って、いいパスを出させない。こういうね、働きをするんですが、ビルバオの場合は、ここですね、中央の人間のほぼ真横、密着してマークをしていました。はい。これはね、パサーには、守備にはいけないですけども、いい点が一つあってですね、例えばここに、この守備がない、このようについていたとしましょうか。ここにパスが、通った場合に、ワンツーで中央を崩されてしまう。あるいは、ここにパスを通った時に、このように、ポストプレイをされてシュートまで行かれてしまう。こういうことを防ぐためにですね、はい、密着マークをして、このポストプレーを妨害する、あるいはカットしてしまう。そういうことをね、するために、ここにあえて、ディフェンダーを一人、置いていました。はい。でですね、このワンツーなどに対応する、ポジショニング、それから、深い、ポジショニング。それから、サイドで入れ替わらない、距離を取ったポジショニング。これによってね、ビルバーの守備が、特徴付けられると思います。はい。でですね、今のね、説明で言うと、サイドを崩されるじゃないかと。そういうね、中央は当然硬いですけども、
なかなかね、中央は突破はされないですけども、サイドが、崩されやすい。これはそうなんですね。しかしですね、仮にサイド、に使われた場合でもですね、完全にはフリーにはなることはできませんね。そして、中央2枚いましたので、中を2人で守ることができる。ね、こういう、サイドを突破されても、最後のね、中央を固めることができる。2人で固めることができる。こういう利点がね、この守備にはありました。はい。で、もう一度ね、この図を見ていただきたいんですけども、この図はね、マンチェスター・ユナイテッドがこちらに攻めていく場合に、どのパスを成功したか、どのスルーパスが成功したかを、図で、線で示したものです。はい、中央はね、非常に深く位置をとって、ビルバウが深く、ポジショニングして、中央突破はさせない。仮にね、中央突破されてしまうと決定的なシュートが打たれてしまう。これはさせてませんでしたね。ただし、サイドには、スペースと裏のね、ギャップがありましたので、サイドは、どんどん、使われた。ということですね。はい。まとめとしてはですね、ビルバオの勝因は、まずね、パサーにパスする人間に、プレッシャーに行けなかった。あるいは、行けなかった、わざと行かなかった。こういうリスクがね、あったので、どんどん、スルーパスは出されました。しかし、中央を固めることによって、中央への決定的な縦のスルーパスを出させなかった。そして、決定的なパスが出させないので、シュート数もね、決定的なシュートも打たせることがなかった。こういったことが言えると思います。